出た。ごめん。ありがとうございます。道間違えた。これやっぱ知らない人のね手料理嫌でしょ。何作るの？なんかこういうパックのご飯あるじゃないですか。それでホットサンドで焼きおにぎり作れないかなと思って試してみたかったんですよね。じゃあ薪でフライパン挑戦してみよう。最悪ガス使ってもいいし。何ができんだろう。豚キムチにしようか。豚キムチ。辛いの大丈夫ですか、徳井さん。大好き。バターさんも。大丈夫です。ダス D は。全然大丈夫です。クリスさんは。大丈夫です。力夫さんは。大丈夫です。俺がちょっと辛いの。やかましいな。丁寧に振りやがって。丁寧に振ったな。お恥ずかしい。2、3人でよかったやろ、振り。みんなに振ってちゃんと。最後の最後でなんか。こうした方がいいかなと思っちゃったんですよ。俺も大好きなんですけど。普通に聞いてたんですよ。あの昔の品川やったらな、全然。品川もなんかもう下手し突っ込んでないぐらい。いや、仲も悪くても本番中はやりますよ。いやでもテンションが違ったはずです。まあね。何言ってんのみたいな。このご飯をさ、これでうんす拾えるんだ。この豚肉は何ですか？豚キムチをこうしてさ切ってホットサンドで挟んだら焼きおにぎりにライスバーガー的な。そうですそうです。なんじゃねっていう予想でやってるんですけど、でも保険でちゃんと食パンもあるんで、まあランチはグローブ持ってきてキャッチボール。あ、キャッチボールしようよ。今 WBC 見た。そうそうですね。うわ上がってんだよなんか。品川料理うまいもんな。でも僕今日もなんか夜ので言うと札幌一番塩ラーメン食いたいなと思ってで、僕なんかインスタント食品好きなんだよ結局。うん、わかる。何歳まで好きなんやろな。いや、やっぱりうまいっすよ。うまい。ここに入れてもう全部入れちゃおうかも。残してもしょうがない。うん、キャンプで一回は聞く言葉、残してもしょうがないってなる。あ、これ俺多分キャンプビギナーですけど毎回言うと思うんですよ。いやもう本当に実験なんですよ。うまくいくかわかんない。あ、そんなに。あ、すごいトライ。ないよ俺人生でこんな。で、キムチ多いじゃないですか。はいはいはい。ちょっとマイルドにやっぱしたいし、スライスチーズでそんなに顔をあ、作ってください早く。ちょっと焦っちゃう。チーズ庄司のさ、これがこれではみ出る感じでね。セクシービデオの距離感なんですけどこれ作ったことあるんですか？前からやってみたいと思う。ああ、興味あった。あんまりこういう人がやったことない。好きですね。なんか旦那さんにはやってほしいって言えない。そうとかですか。すごいやっぱり他にゴールです。ああすごいすごい。ここでやっちゃう。すごいね。ああすごい。あ出てる。ああすごいね。溢れちゃう。すごいね。溢れてるとこ取られてる。これでどうでしょう。これで食べればいいし。うん。大丈夫ですか。うん。おいしい。おいしい。めちゃくちゃおいしい。ありがとうございます。いただきます。出た。出たよ、ほら。うまい。本当にも。美味しいですか。うまい。来た来た。わ、すごいなんか。チーズがいいね。すっごい韓国料理って感じ。はい。ありがとうございます。お、美味しい。うまい。すごいうまい。なんかね、すべての分量がちょうどいい。今日ミキティは。ミキティは。何してんの？朝から PR イベントに。ミキティと2人の動画を上げると絶対にこれ徳井さんにやってもらいたいなっていうコメントが。だもうちょっとコロッケと美川憲一さんも近いと思う。ウィンウィン。ありがとうございます。あ、ほんまや。あ、いいやん。いいですね。なんかちょっと表面餅っぽくなってるよ。はい。で、今度こっちを剥がしにかかり。じゃあ3つに切りましょうか、せっかく。カリッとしてる。カリッとしてます。わあ、いい。どうでしょう。あ、いいんじゃない。すごい。職人気質やな。うまい。え、嘘やん。そんな。ホットサンドにしたことにより、全然うまいんだけど。あ、ごめん。うん、うまい。ね。うん。あ、うまっ。お。うん。おいしい。ホットサンドにすることで、焦げと最後の塩めちゃめちゃいい。塩やっぱあったらよかったよ、表面の。うわ、うまっ。おなじみちゃうな。おなじみじゃねえな。タバコ吸ってんなおめえ。そんな言われることないでしょ。前髪が長えな。わざわざ近づいて言うことじゃねえな。お酒始めちゃっていいですか。別にいいですけど。お酒いただきます。前向きだもんな。回んの。そうなんです。それで深く入る。ああ、暑さかい。ああ、謝ってこい。なんこのコーナー。いけるよ。来い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 。よしよし、オッケー。よっしゃ、行きたい。まだ行きたい。ああ、すごい。もうちょい。欲しい。行って。欲しい。行っちゃって。最後こだまってる。行っちゃいなさい。ああ、いや、いいですよ、形いいですよ。あ、いいですよ。めっちゃいいホームですよ。あ、いい。あ、すごくいい。ちゃんと自分に厳しい人だ。本当だ。あ、ちゃんとね、やっぱり、やっぱさ、売れてる人ってそうなんだよね。ちょっと待って。マッスルをね、2人に止められたみたいな感じだけど。あ、いいじゃん、いいじゃん。まだマッスルをね。やっぱ自分に厳しいんですよ。そうなの。これでわかる人が。あ、すごいです、徳さん。すごい、強い。こんなに強いの？こんなに強かった？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やめて。こんなに強いのってやめて。ああ、来た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 。諦めないで。あと行きます。あ、すごい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 。あと一回、あと一回いける。あといける。押した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 。ナイス。オッケー。バター行こう。バターバターいけるね。え、バターあれ全然いいじゃない。ちょっと意地悪しちゃおうかな。じゃあ出ましたバスロね。来い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 。均等にかけてあげて。均等にかけてあげて。まだいけます。成長してる。成長してる。押して押して押して。おいしょ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 。お手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 。あ、そんな。あ、超えた。上がる上がる。あ、さすが。リアル。変なおじさん感あるね。ほら、変なおじさんだから、変なおじさん。変なおじさんだから、変なおじさん。回数わかんなくなっちゃった。変なおじさんだから、変なおじさん。変なおじさんだから、変なおじさん。後半の方じゃないですか。そうです。そうです。もう、これを何回か行った後です。じゃあ、サウナ行っちゃう。一服してから行きますか。ちょっと一服してからサウナ行きましょう。これ誰のテントサウナ？レンタルです。あ、レンタルなんや。うんうん。なんかすごくなってない？本当？あ、すごい。もうどっちがディフェンダーかわからへんの。嬉しいな。うわ。ディフェンってる。うわ。熱。あー、熱いわ。おー。マジで結構思ってる分来る？あ、一気に上がってきたね。これ10分？はい。OK。お父さんだけか、じゃあそういう意味ではサウナ慣れてない。うわー。熱い。ありがとう。ありがとうサウナ。ありがとう。うわ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 あ足がかじかむね。あ、いいですね徳井さん、その山方面に体を向けながら、あ、いいですね。山のバイブスをこう感じてる感じ。いや本当に斜面からなんかこう滑り降りてくるのをいただいてる感じ。じわーっとしてる。感じてます。はい。ええよって言ってない。笑えばなおさら惨めになるでしょう。